ヤクルト巨人、12日、神宮球場、巨人のベテラン、小林政治保守が足で見せた。7回、戦闘で打席に入ると、フルカウントから死球を選び、出塁。続く角脇の打席では、2021年以来、3年ぶりとなる二刀を決めた。さらに、角脇の右翼戦際の飛球で二塁からタッチアップ。 最後は気迫のヘッドスライディングで三塁をもぎ取ると、三塁ベンチは大盛り上がり。左翼席の巨人ファンからも大歓声が上がった。小林はこのカード、バットが好調。初戦では3年ぶりとなる本塁打を放つと、前日の試合でも適時二塁打を放っていたが、この日は一転して足で存在をアピールした。